おはようございます。おはようございます。見守り音楽堂です。本日も皆様とご一緒に季節の歌、懐かしい歌、そして今日は何の日にちなんだ歌などをご一緒に歌ったり聴いたりして楽しい時間を過ごしてまいりたいと思っております。担当しますのは音楽療法士細川とアシスタント大谷です。はい、よろしくお願いします。はい、それではまず最初に本日の日にちの確認してまいりましょう。はい、はい、本日は令和5年2月22日水曜日です。はい、綺麗に2が揃いましたね。はい、はい、ということで今日は何の日か、調べてまいりますね。はい、はい、まずは夫婦の日。そうですね、22ですからね、夫婦の日。うん、で世界友情の日。うん、うん、そして猫の日。なあ、にゃん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 。はい、いいですね。そしてヘッドホンの日。はい、うん、おでんの日。寒い時期は美味しいですね。はい、はい、ということで、今日お送りいたします曲ですが、はいはい、1曲目が新妻に捧げる歌です。はい、夫婦の日ということでこの曲になりました。はい、手遊びがありまして、はい、その後は瀬戸の花嫁をお送りいたします。こちらもね、花嫁ということで選んでおります。はい、それでは1曲目の新妻に捧げる歌。はい、はい、こちらは1964年に発表されました。はい、作詞は中村芽衣子さん、作曲は神津コーズ義行さん、による楽曲です。はい、歌われたのはエリー千恵美さんでした。はい、作詞作曲のお二人は、実際にもご夫婦でいらしたということで、はい、聴、はい、いてみましょうかね。はい、はい、それではミュージックスタート。
今日の手遊びはナットキングコールでおなじみのラブという曲です。この歌に合わせて L O V E という風に作っていただきたいと思います。私が申し上げますので L O V 頭も入れて E と作ってみてください。ではやってみましょう。さあではやってみましょう。最初は L からです。でしたでしょうか。今日の手遊びはこれで終わります。はい、皆様本日の手遊びのコーナーいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。それでは3曲目のご紹介と参りましょう。はい、本日の3曲目は瀬戸の花嫁です。はい、はい、こちらは作詞は山上道夫さん、はい、作曲は平尾正明さんによる楽曲で、うん、1972年に発表されました。はい、歌われたのは小柳ルミ子さんで、うん、はい、小柳ルミ子さんの4枚目のシングルですね、うん、はい、小柳ルミ子さんの、私の城下町という楽曲、うん、はい、に次ぐヒットの曲になりました。はい、この曲はですね、はい、瀬戸はタッタッタッとこういうふうに愛の手、ね、うん、あのリズムを入れても、はい、楽しく歌えるかと思います。はい、それでは聴いてまいりましょう。ミュージックスタート。島
います。22の次は、お夢をアメージングです。はい。はい、はい、皆様本日の3曲いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。それでは振り返ってまいりたいと思います。はい。本日お送りしましたのは新妻に捧げる歌。はい。はい、そして手遊びの曲の後に、はい、瀬戸の花嫁でした。はい、瀬戸は歌っていただけましたでしょうか。はい、それでは、明日の曲ご紹介お願いいたします。はい、明日2月23日木曜日にお送りしますのは、はい、いつでも夢を、そしてアメイジンググレイスを予定しております。はい、お楽しみください。はい、それでは本日も良い一日をお過ごしくださいますように。また明日お会いいたしましょう。ごきげんよう。